松山市港町4丁目のギャラリーリブアートで2019アートミート展が開かれています。これは県内外で創作活動を行っている作家たちが毎年合同で開いている作品展で、今年で10回目となります。今回は平面、立体、空間を一つのアートとして表現するインスタレーションなど、11人の独創的な作品およそ40点が展示されています。まあ、年に1回ということになってますけども、特別なですね、方向性を持ったグループ展というのではなくて、各自それぞれ目指す方向違うんですけども、自分をこう見直すというか、そういった意味で年に1回持ち寄って人の作品を見ながら自分の作品を確認し合うというか、そういった展覧会です。絵画から彫刻まで、さまざまな傾向のものが集まっているかと思います。よろしければお越しいただいてご覧になっていただければと思います。作り手の内に秘めた思いが表現された作品たちを見に、足を運んでみてはいかがでしょうか。この2019アートミート展は7月30日までギャラリーリブアートで開かれています。